の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。5月は1980年に石岡徹さんと松木薫さんがヨーロッパで拉致された月です。一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月10日および11日広島においてカナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、米国の外務大臣および EU 上級代表が集い G7 外相会合が開催されました。今回はこの外相会合後に発表された共同コミュニケの中から北朝鮮の部分をお伝えします。我々は北朝鮮による1月6日の核実験並びに2月7日の弾道ミサイル技術を用いた発射およびそれに続く複数の弾道ミサイルの発射を最も強い表現で非難する。これらの度重なる挑発行動は地域の安定を損ねるだけでなく国際の平和および安全に対して深刻な脅威を与えるものであり複数の国連安全保障理事会決議の明白な違反である。我々は北朝鮮に対し今後いかなる核実験や弾道ミサイル技術を使用した発射も行わないこと、またその他の不安定化をもたらす行動や挑発的な行動も行わないことを要求する。我々は国連安全保障理事会決議第2270号が全会一致で採択されたことを歓迎し北朝鮮に対し関連する全ての国連安全保障理事会決議及び2005年9月19日の6者会合共同声明の下でのコミットメントを即時かつ完全に遵守し全ての核兵器並びにウラン濃縮計画及びプルトニウム生産計画を含む既存の核弾道ミサイル計画を完全で検証可能なかつ不可逆的な方法で放棄するよう改めて強く要求する。我々はまた国際社会に対して北朝鮮の核弾道ミサイル計画が国際の平和と安全に与える明白かつ継続的な脅威に対応するため関連する国連安全保障理事会決議特に同決議第2270号を完全に履行し執行するよう呼びかける。我々は2014年の国連調査委員会 COI 報告書に記載されたような北朝鮮で現在行われている組織的広範かつ深刻な人権侵害を遺憾に思う。我々は北朝鮮に対し拉致問題を含む国際社会の人道及び人権上の懸念に直ちに対処するよう強く求める。この観点から我々は説明責任の確保に向けて継続して取り組むことの重要性を強調する第31回国連人権理事会における北朝鮮人権状況決議の採択及び国連安全保障理事会における
北朝鮮の状況に関する活発な議論を歓迎する。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月25日中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。4月16日から4月20日にかけまして出席を参りました。中国の専門家の人たちといろいろな意見交換をしてまいりました、はい。中国の専門家たちの見方ということで、まず非常に印象的でしたことは、今年の2月以降の北朝鮮の行動というものを振り返ってみると、すなわち2月7日に人工衛星発射と、小生長距離弾道ミサイルの発射を北朝鮮は行いましたけれども、その以降、それ以後の北朝鮮の行動というものをこう見ていると、今後、再び北朝鮮が核実験に踏み切る、あるいは長距離弾道ミサイルの発射を行うというような可能性は小さいというふうに中国は判断しているようでありました。しかし、とはいえその可能性はやはり排除はできないということで、その可能性についての神経も相当使っているという印象があったんでありますが、ここは中国の姿勢がかなり変化しているという、そういう感じを強く持ちました、というのは2013年2月に北朝鮮が3回目の核実験を行った後、中国は非常に強い申し入れといいますか、再び核実験をやらないようにということで北朝鮮に、強くそれを主張されまして、地震もあったようで、北朝鮮が再び核実験を行う可能性はもう基本的になくなったんではないかという、そういう見方が中国では私は多かったと記憶しておりますが、ところが今年の1月6日に突然北朝鮮が核実験を行ったということを受けて、今中国の北朝鮮を見る目はかなり慎重になってきているということが一つ言えるかと思います。仮にその懸念される北朝鮮の核実験というものが実行に移された場合ということでありますが、中国は今度は相当強い制裁措置というものを考えてるのではないかという、そういう印象を私は強く持ちました。すなわち貿易を縮小する、そういう手段というものを中国は考えてるんじゃないかと思うわけでありまして、これは北朝鮮の経済を相当強い打撃を与えるということになるのは当然のことかと思います。現在日本、アメリカ、韓国はですね、北朝鮮が再び核実験を行うのであれば、原油の全面禁輸、全面的に輸出を禁止するという、そういう手段に出ることを検討をしているということになると思いますが、やはり中国が考えていることは、さらにそれよりも強力な、措置と、原油のみならず全般の法律を、全て縮小するということになりますと、これは相当程度北朝鮮の経済に打撃を与えることが当然でありますので、現在中国が考えている、新たな圧力制裁というのは相当強力なものだという印象を持ちました。ただし北朝鮮がそういう挑発行為を行わず、5月の党大会を経て経済建設に向かうんであればと、それは中国にとってみれば関連できる中国は支持するということになろうかと思います。中国は今回の7回朝鮮労働党大会、
を、まあ、一つの契機にして北朝鮮は経済建設により力を入れていくだろうというふうに見ているといいと思いますが、まあ、それを、まあ、もちろん中国は支持するということでありますし、まあ、さらに北朝鮮が非核化のコミットメント、非核化への約束というのを再び行うという、まあ、そういう状況が生まれるのであれば、まあ、その可能性は十分にあると中国はもちろん見ているわけですが、まあ、その際には北朝鮮に対する経済建設に対する支持だけではなくてですね、むしろ援助協力ということも考えてもいいと、まあ、そういうのが今の中国の姿勢ではないかと言っていいかと思います。まあ、一方で、ね、この4月以降北朝鮮は中国を間接的に批判するということはありましたので、まあ、それが中朝関係をより悪化させるかどうかという関心が当然我々にあるわけでありますが、まあ、その点については中国の専門家は相当否定的でありまして、確かに北朝鮮が中国を間接的に批判しているということは事実でありますが、しかしそれによって中朝関係が、まあ、根本的に悪化するというようなことはもちろんないと、そういう考え方でございます。したがって大事なのは北朝鮮がこれ以上挑発行為を行わない、まあ、そして経済建設に集中するという、まあ、そういう姿勢の変化をちゃんと示すかどうかがやはり中国にとっては一番大きな関心事であると言っていいかと思います。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朞鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者石岡徹さんのお兄さん石岡明さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月に収録したものです。石岡徹さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それではお聞きください。徹聞いていますか。今回は、自分の声で話すことにします。前回から1年経ちましたが、残念ながら状況は変わらず不安定です。それはそちらも承知のことだと思います。例の調査の件、残念な足踏み状態ですが、失望する必要はないと思います。いつでもやり直しが効くので、失望せずに次の変化が訪れることを待ちましょう。こちらは毎日多くの日常的な事故や事件の繰り返しで大雑把によって相変わらずです。随分ひどい事件や事故も少し時間が経つと皆の記憶から消えていきますが、お前たちの問題は全く別だから忘れられる心配はしなくていいです。それで、こちらの話題をいくつか話します。つい先日札幌雪まつりに行ってきました。私は少しずつ億劫になってきているんだけれども、毎年なるべく行くことにしています。今年も昼と夜2度行ってきました。大きくて美しい雪像を眺めたり、いつものように写真に収めてきました。お前がいればどんな写真を撮るのか行ってみたいものだと思います。私は例によって下手くそな写真を数ばかりたくさん撮りました。今年人気を集めたのはアニメの登場人物やフィリピンの大聖堂、そして今年から営業が始まる北海道新幹線などの大雪像です。新幹線がとうとう北海道にやってきました。例年通り多くの観光客が訪れていて、私もコロナ禍を、ゆっくり大通公園を歩いてきました。中国からの観光客が目立ちます。この人たちが観光客として大いに消費してくれるので、地元経済への効果は大変大きいです。
以前には想像もしませんでした。時代は変わるもんです。話題を変えます。去年の夏、今度は函館に親戚が集まって、また賑やかな親睦会が開かれました。私たちより上の親の世代では高齢のためさすがに参加できない人も出始めたけれど、私たちの世代がそれぞれ新たな一族の長となっています。このいとこたちが皆相変わらず若く元気で驚きます。しばらくぶりに会うので大いに懐かしんだ昔話に花が咲きます。みんなが励ましてくれました。トールのことを心配してくれます。トールが参加できる日が来ることをみんなで祈っています。最後に、猫の話をします。私は今2匹の猫と暮らしています。彼らのおかげで気持ちが和むばかりでなくて、世話をするために多くの決まり事があって、きちんと時間ごとの暮らしができています。可愛いだけじゃなくて、私は彼らに実は助けられていると思っています。日本の社会では、高齢化に伴って近頃ペットの人気において猫が随分多数を占めるようになっているそうだけれど、高齢者にも扱いやすいという理由が大きいからだそうです。思い返せば函館のじいちゃんと母ちゃんの家にはたくさんの猫がいました。お前も覚えていると思います。時代とともに猫たちの寿命も伸びてきているから、私も頑張って我が家の猫たちを最後まで面倒見ようと思ってます。猫たちと皆でトールの帰宅を待っています。きちんと暮らして元気に帰ってください。石岡トールさん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡トールさんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、荒井由実で「あの日に帰りたい」をお届けします。それではお聴きください。
帰りたい」をお聞きいただきました。